チャオライカです。今日は私の趣味の雑談とメイキング動画となります。私ね、イラストを描くのが好きなんですよ。うまいではなく好き、これが大事ね。好き。今日は戦いの、ね、内容ではないんですが、先日まで行われていたドリームチームカップあるじゃないですか。あれね、ちゃんと動画にしようと思って撮ってたんですよ。で、その時の予想が、9割の人はドリコレニッタを使ってくると、あとはキーパーも若林が大半じゃないかなって予想してたんですよ、私ね。なおかつレンタルできる欧州の選手がね、なんかあまりにもひどいっていうかさ、代表のマーガスとかね、いなかったじゃんね。ということでちょっといろいろ苦戦してチームも組んだんですけれども、とにかく対若林用と新田を止めるっていうことを考えてて、即属性中心にチームを作ったんですよね。でキーパーがドリコレの即ジノの方、デバフのジノの方をチョイスしたりしていったんですけれども、いざ戦ってみると初期設定のデッキの人が異様に多くてね、初期設定ってなると相手がね、ドリコレの技ジノなんですよ。ってなるとなんかちょっと計画狂ってくるじゃん。即属性で攻め込もうと思ってたのに、相手がねドリコレジノだったらもうね、手も足も出ないみたいな。初期設定デッキさ、フェス翼と美咲とヒューガとで松山とミカエルみたいなね、もうお前僕の考えた最強のチームじゃねえかみたいなね、組み合わせなんですよね。ということでさ、そういうデッキと当たってね、クソつまんなかったマジで。あとは私のプレイしていた時間帯がエラー多発してたみたいで、なんか1個動作をするだけでもうアプリが固まって試合が強制終了になるみたいなね、そんなんだったんですよ。それで不戦勝扱いになったりして、まあまあとにかくね、面白い動画にはねならなかったんですよね。絵の進捗に戻りまして、今描いているのはブライアンです。オランダ人なのでオランダっぽいモチーフをね、今回は入れていこうかなということで、チューリップと風車を背景に入れてます。作業自体は見ての通りパソコンで行っておりまして、12倍速で今回している状態ですね。今このデザインはマトリョーシカを参考に作っています。マトリョーシカ自体を事前に調査し、そのイメージエッセンスを取り入れながらですね、やってってます。自分自身がデフォルメされたデザインが好きなんですよね。簡略化されたものです。なのでブライアンのね、鼻とか目とかもう細かいところはいらないので、簡略化されてる方が自分基準では可愛いと思う。さあ、ここは私が描く中で一番好きなとこなんですけど、キャラのね、スパイクを作ってる作業、描いてる作業が楽しいんだよね。この靴ひもの色とかね、結び目とか、そしてスパイクのね、底の色とかを考えるのが本当に楽しくて、はい、ちょっとデザインをね、今変えてますね、スパイクの。微調整を繰り返し、最後にね、眉毛をつけるかつけないかで、ね、迷ってんのね。でもブライアンは表情が結構キリッとしてることが多いので、はい、つけました眉毛。続いて先ほど完成したブライアンをベースに、スタイン、お兄さんの方を作っていきます。スタインのね、顔なんですけどね、ちょっと穏やかで優しい感じなんですよ、ブライアンと比べてね。これ戦いやってる人わかると思うんだけどね、顔が違うんだよね。あとね、スタインの方が輪郭がちょっともっちりしてたりとか、目がちょっと大きかったりとか、いろいろね、細かいところがあるんですよ。さあ、ここでまつげをトッピングした。ここはオタクならではの細かい話になりますが、ブライアンが着ているオランダ代表のユニフォームとスタインが着ているユニフォームは違うんですよ。まあ時代も違うからね、 V ネックなんです、スタイン。あと実は髪型も違うんです。スタインは翼くんとかと同じ襟足が外向きなんだよね、外羽向きということで調整してます。クライフ兄弟は似ているんだけれども、戦いの中ではしっかり区別化されてて、そこが本当たまんないんだよね。あのクライフ兄弟について語る企画も今後本当にやりたいと思ってて企画中です。
さあラスト、余力でもう一人作っていきます。先ほどからマトリョーシカの足元のところに国旗のデザインを入れてるんですが、はい、これはイタリアですね。イタリア人。ヘアターバン来たということで、これはカンナバルです。あのね、カンナバルのさ発音さ、私チンアナゴと同じで思ってるんだけどどうなんだろう。なんか声優さんはカンナバルって言ってるのね、カーニバル的な発音なんですけど、どっちなんだろうね。チンアナゴで言っていい？今日はカンナバルね、ビジュアルがめっちゃ好きなんですけど、私ヘアバンドつけてる人に弱いんですよ。いろいろねキャラいるけどね。でこのカンナバルは先日のハイだよね、潜在無後輩でマドリー企画をやった時に連れてったんですけども、めっちゃ活躍してくれてね、かっこよかったんだよね。そこからもうドハマりして、今頭のおかしなことになってるんだけど、今一番熱いキャラです。で今回のマトリョーシカは戦いベースで作っていくのでね、ユニフォームはパルマね、青と黄色が特徴のユニフォームです。こんな風に新しい推しにキャプテン翼でまた出会えるとは思わなくって、本当に今驚いてるんですよね。マジで感謝しかない。戦いの運営に文句がある方もね多いと思うんですけれども、私の気持ちとしては感謝しかないんだよね。このゲームを作ってくれてありがとうございますっていうのと、まあね、課金しなければ無料で遊べるわけじゃないですか。遊ばせていただいているぐらいの感覚で私としては痛いんだよね。こういう意識もしてなかったキャラへの発見とか気づきとか、そしてドハマりしてしまうこととかっていうのが本当に多いですね、戦いドリームチーム遊んでると。まあね、遊んでてクソガーとか言ってますけどね、基本は判定に対する文句なんでね、ご容赦お願いします。そこはさきほどのクライフ兄弟がオランダのモチーフメインで行ったので、イタリアといえばということでジェラートを作っています。パスタ、ピザ、その他もろもろのモチーフも考えられましたが、ジェラートがまあ可愛いかなということで採用してます。カンナバルの元ネタ、ファビオ・カンナバーロっていう選手がいるんですけど、この選手がねイタリアのキャプテンで、2006年のワールドカップで優勝してるんですよね、イタリアが。で私実は2006年のワールドカップ直後にイタリアに旅行に行ってるんですよ。でもちろんワールドカップ優勝の時もリアタイでねテレビで見てたんですけども、その時ねトッティが好きで、カンナバーロのことはね全然見てなかったんですけど、今になってねなんか後悔してるもっとちゃんと見とくべきだったなって後悔してますね。イタリアはね当時マジでお祭り騒ぎで、すっごい楽しかったです。あとジェラートが超美味しかったのね。さあイラストの進捗で戻りまして、イタリアの国旗3色とカンナバルのね服、青と黄色の2色のね、もうなんかバランスが特に難しくて、色調整をねめちゃくちゃやってます。カンナバルね作るの時間がかかったな、この色合わせが難しくてね。さあ髪を外羽に直して、さあ髪型最終調整です。キャラクターの魅力を最大限に引き出したいのに、なんかね魅力的に見えないっていう時で、この髪型に問題があることが多い気がする。キャプテン翼ってね髪型が本当に複雑で、ちょっとでもね書き間違えるとそのキャラに見えなかったりするんだよね。ジェラート以外の背景はイタリアの名産オリーブでデザインしてみました。さあ微調整に微調整を重ね、完成となります。インサーツした様子です。切ってる様子撮り忘れましたが、まあ切るだけです、ハサミで。